水飲みてえけど水を取る手震えてんのバレんな、飲めねえな。しょうがねえ、まあ一応持ってみるか。いけたな。飲むとき危ないな、飲むとき本当に危ないな。人が手震えて拍手ってどういう状況だよ。で今気づいたけどヘッドセットのせいで震えがすごいわかるな。じゃあいくぞ、来た、ごめん、じゃあ今日もだわ、うん、ちょっと待って待って、まあいいわ、じゃあとりあえず行くわ。じゃあ今日も来た、ごめんと滑ってに切れる生配信ザライブスタートしていくわ。バルスさん49,800円。1000人埋まったっていうことだけど、なんだろうな、もう失敗じゃねえかよ今日。一発目からこんな切れれなかったら。続いてニューミリ吉尾さん2000円。喫煙所遠いからここで吸っていいか、吸ってみろよ。どうにんだヤバいやつの彼氏、本当に手あげんだお前。バヤリスタローさん2000円。水飲んでめっちゃ盛り上がる配信、バカにしてんのかおい。A 月岡さん5000円。やっぱり来ましたよ。やっぱりって一回やめようとしたのかよ。こいつ怖いな、どこにいんだこれ、本当に見たいぞ。いた、ま、真ん中にいた。なんか普通の女だな。続いて、ちょっと待て、お前これ俺言うことじゃないけど、何つまんないコメントに対してちゃんとつまんない反応してんだお前ら。多少俺が緊張していつも通りじゃなくても、なんとかお前らが取り繕えや。でこれも反応悪いじゃねえかよ。なんで水がピークなんだよ、おかしいで。続いて美しき君、めちゃくちゃ噛んでんじゃねえかよ俺。おいマジかよ、しっかりしろってお前、やめろお前、しっかりしろ、しっかりしろに反論するキャパもねえんだよ今。テカってるよ、だからテカ、ほらどもってるじゃないかずっと俺。俺どうしてくれんの俺、最悪だよ、喋りすぎだぞ。内ぐる4ださん2440円。そこ言え、いちょっと待て、言えなわけねえだろって言おうと思ったけど、ちょっともうちょどうしようかな、もう無理だな、なんかめちゃくちゃ切れづらいな、なんか全部自分が悪いんだよな。うん、何、繊細頑張ってとかじゃねえのかよ。ぐさってやってんじゃねえかよ。ちょっと坂本ここにいてくんねえかなお前。ちょっとお前、ちょっとなんかすごい緊張しちゃってるわ。ファーもおかしい。いやちょっと今のは普通に受け取ろうと思って言っただけだからいい。あ、マジ、うん。マジか。続いて百獣街道さん2400円。うじ、口の横にマックルクロスケみたいなでかいほくろあったっけ。ほくろじゃなくてこれはまあ緊張メーターだわ。キムチ牛丼さん2440円。生宇治原様、てか受付に検便と検尿の提出場所なかったんですが、どうしたらいい、座席から投げたらいいの。今すぐマネージャーこいつを見つけてつまみ出せよ。富岡龍吾さん2000円。宇治原放送局じゃん、宇治原ディレクターこんばんは。普通につまんないやつ混じってきちゃった。無理だよ俺今。寿司三昧さん2440円。わあすっげえ、生宇治原だ、顔投げ。ちょっと待って、何の拍手だ。高木さん2000円。わあ生の宇治原様だ、めっちゃハンサム、ありがとうございます。俺のライブだからな。来てんだろ今日、どこにいんだよ高木。え、あそこにいる。何喋んなお前ら。お前らが喋ったらお前それ完全に無視していくような人間性じゃねえんだから、一回聞いちゃうだろ俺も。ちょっと一回ほんとびっくりすると思うけど、一回マジで全員のことを一回考えずに、ちょっと待ってな。なんか本当に最悪だと思うけど、なんかもう全然イメージしてた感じと違うから、なんか落ちてきたわ、えぐいわマジで。最悪だわ。
なんかな、頑張れとか一回黙ってろよ、うるせえな。こっちが本当に今本当に落ちてるかどうかの見分けぐらいそろそろつけや。どうすんだ坂本お前、これどうすんだよお前。いやでもね、普通に正直もうお客いや出番が来たってしか思ってないじゃないか。普通に配信できてきてるもんで、それもお客さんも感じ取ってるもんで、もうその緊張とか言うなってみんな思ってる。もう普通にやっちゃっていい。そうでもさ、分かってるで。もう本当にない、配信するんじゃなかった、もう全部バレてるじゃんだって。最悪だよ。まあいいや、もう一回普通にやってみるか。もう一日一内さん12,000円、新一殿こんばんは。前のスパチャの時はお前が見当たらないと言われましたが、今日は違う。本日の新一殿、顔よしスタイルよし、皆さん現場からは以上です。どこにいんだよこいつ。二度と話しかけてくんなよ。秀幸さん2440円、宇治原様ライブ開催おめでとうございます。会場に両替所を設置したんですね。手数料3,000円とタオルや使い勝手に困るステッカーがついてきましたが、売店でアイスコーヒーを買うのに助かりました。ありがとうございます。もう二度しゃべんないほうがいいです俺。田中さん2440円、とりあえず坂本一回でいいからひょっこりあんしてお願い。もう何回も見ただろ。え、あ、喋らないでもらいます。これ一回、これは悪いと思ってんだけど、もうリアルタイムのじゃないとなんかちょっと切れづらいから、一回リアルタイムのとこまで名前だけで読んでくわ。え、バクチチノーブラゴミ出し団地妻さん。え、パラッパラッパーさん。のしのしダイダラボッチさん。まあちゃんと怒る人いるだろうな、この対処は。まあしょうがないな。え、電動ハムスターさん。まあこの人に関しては5万円ですけど、そういう対応します。うるせえよ、じゃあ出てけよお前。なんでおめえらに合わせなきゃいけねえんだよ。まあちょっとええー、って言われたからちょっとやめとこうかじゃあ。え、だるまゆきさん2440円、今日は初体験ですごくドキドキしてます。受付で聞いた慣れ合い乗馬体験は何時からですか。そのスタッフ連れてこいよ。紛れ込んでんじゃないか変なスタッフ。充電 100% さん5,000円、見つめないで素直にブチギレできない実力超えのキャパシティ、おの怯えてる。おとといから手足の震えが取れない。開演前の袖の奥で手のひらに書いたのは馬。いやいや、お前これ切り抜かれたらサザンファンにボコボコにされるだろ俺が。で、なんで俺も後半エモくなってんだよ。え、続いてハッピーチャンネルさん2440円、今日ここ来るためにうちと同じ髪型して同じような服装で来たよ。寝ます。なんでだよ。なんで完全装備して寝るんだよ。どこにいんだよ。立ってみろ。どうもじゃねえよ、どうもじゃねえよお前。調子乗んなお前、気持ち悪いやつ、自分がない気持ち悪いやつだぞお前。うんうんじゃねえよ。パイシューティングさん5,000円、坂本頼む、今脱粉してくれ。さあ行け、ブリペチパチン。やめてくれよお前、本当にさっきしてたんだ。本当にさっきして、よく自分のうんこの音聞かれて喜べるね。コウキコウキさん2440円、君には俺たちを扱えないよ、出てってもらえる。謎のお前も恥ずかしいよ、なんかこのテンション。ブチギレ宇治原切り抜きさん2440円、来ました、みんないつもありがとう。こいつのおかげで登録者1万人ぐらい増えたからな。ここ2、3日で初めて正当なタイミングで拍手起きてんじゃねえか。国民的栄養賞さん2000円、何これどうなってんの、仕事早く終わったから来たけどスタッフにそんなイベントはやってませんって言われたんだけど、わざわざ30分かけて国際フォーラムまで来たのに、もういろよそこにずっと。
ったまかないさ2440円。せっかくいい舞台だしさ、スティーブ・ジョブズが新端末を発表するみたいにさ、そこのステージをうろうろしながら切れてよ。何を紹介すんだよ俺は。岡村弥三郎さん2440円でチンポ。何の音だ今。え、自分の息、俺の息、あ、ポでこうなるんだ。なんでチンポを通じて新しい発見しなきゃいけないんだ俺。二階堂知事さん2000円。右キャン玉です、チンコです、左キャン玉です、3人揃ってパフュームです。どうしてだよ。謝れよ。染岡龍吾さん2000円で、なんかこういう絵文字のやつ。こちさんさん2440円。おい、外に音漏れてんぞ。何してんだ逆にお前は。外でライブでも普通に裸のうじゃるさん2440円。初の生うじゃるさん、意外とイケメンじゃない、ちなみに最前列の右から6番目ですじゃないってどういうことだ。前列の右から6番、右って誰から見てだ。馬の耳坊さん2440円。坂本推しだけど質問ある、どうしたら二度と来ないようになるお前みたいなのが。丸々さん12000円で生おぽ。生おぽもそのおぽがないから、まずだからその生おぽもないんで。イグネーさんさん2000円。生内ちゃん最高、綾小路きみまろ君まろさんみたい。殺すぞお前、誰だろ。ふざけんなお前、お前本当にっていうか、お前もう一個変なこと、もうこんなことも別に自分で言わなきゃいいけど、お前俺殺すって言うとその後落ち込んじゃうんだぞ俺。時代に合ってないこと言っちゃったっつって、だからもう二度と綾小路きみまろさんって言うなよ。とんでもない失礼な時間じゃねえか今の。ポニスさん2440円。ライブ中ってことは今宇治原さんの家は空いてるってことか、待ってますね。本当にやめてボケでも、本当にお前今俺家入ったりスタジオ入るときこうやって入ってんだぞいつも。なのに坂本はまっすぐこう歩いてってるけど。タイミングの悪い女さん2440円。ウッピーに一番伝えたくて主人にもまだ言ってないんだけど、最近体調悪くて病院に行ったら年がいもなく妊娠してたよ。名前つけて、ここで最初の発表じゃないだろ絶対。で名前はつけれないよ。で最後これ6時ちょうどのは読むのいいね、もう行く、白滝さん2440円。わー、これ読む必要あるか。いやパチパチパチじゃないよ。金さんおバカさんが2440円で、次へのステップやな。何お前失敗って言葉違う言葉で言ってんの。じゃあということで、生配信は一回終わりにするから、じゃあなもう一言だわ、うん、チャンネル登録外して出てけ。出てけ出てけ、来んなよ二度と。